こんにちは。カナダ在住の山達です。カナダ議会、ナチス賞賛、トルドーはまた逃亡、ポーランド激怒ということで話をしていきたいと思います。はい。あの、カナダ議会がですね、今、覆われてございます。えー、でも本当に今、偉いこっちゃというふうになってまして、えっ、ー、と、まあ、この経緯に関しては、数日前の動画の後半部分と、あとは、えっ、ー、と、ツイッターの方にもいくつか上げているので、見てる方は見るかもしれませんが、 あの、まあ、あタイトルの通りです。カナダ議会がナチスを称賛したんじゃないかっていうことで、今もう大現状中なんですね。えっ、ー、と、ことの経緯言いますと、9月22日、カナダ議会にウクライナの大統領、ゼレンスキーがやってきましたと。で、演説をしました。で、トルドーが650億円だかなんだかの支援を3年間にわたってやりますっていうことを発表しました。カナダ素晴らしいっていうのが9月22日だったんですね。 ところが23日から様子が変わり始め、24日からはもう大炎上ということになったんですが、まあそれが何かって言ったら、その、この、ウクライナの大統領が来ていますっていう場に呼んでいた人物がとんでもない人物だったっていうことが発覚したんですね。えっと、発端としてはですね、会員議長のアンソニー・ロタが特別ゲストがいますっていうことを告げるんですね。で、まあその後スタンディングオベーション拍手喝采っていうことだったんですが、ちょっとその様子を見てもらいましょう。これ当時のその、 ニュース映像なんですが、ちょっと音量だけ皆さん気をつけてくださいね。じゃあ行きますときののオーション。で、この人、ね。このご老人の方がね、なんか、すごく喜んでらっしゃいますよね、はい。はい、というこのガッツポーズをしている方が、まあ、今その大問題になっておりまして、 えと、ロタ、会議長はこんな風に言ってました。この人はウクライナ系カナダ人で第二次世界大戦でウクライナの独立のためロシア旧ソ連と戦った兵士で今日のウクライナの反撃を支持していますと。ウクライナの英雄でありカナダの英雄です。彼に感謝の意を伝えたいと思います。っていう風に会議長を紹介していたんですが、まずもうこの時点でね、ちょっと待てと、あの、カナダってどっち側でしたっけみたいなところでもうこの時点で話がちょっとずれ始めてるんですが、ちょっとそのツッコミは横に置いておきまして、 あの、このご老人なんですが、お名前、やえー、ヤロスラフ・フンカっていう方なんですね。御年98歳ということで、普段は、えー、車椅子に乗っているね、いい感じのおじいちゃんなんですが、これその、こっちに会員議長のロタさんですね。で、これ、フンカの息子さん。で、えー、と会員のリーダー、ま、ナンバー3かな、確か今ね。はい、をやってる人ということで、ま、記念撮影撮られてるんですが、はい。 で、何がやばかったかって、この噴火っていう人物が、実は第二次世界大戦中に、ナチス参加の軍事組織に、組織に所属していたっていうね、そういう経歴を持つ人物なんですね。まあ、なので、今回の件っていうのは、あの、この噴火っていう人物自身が何をやったかっていうのはさておきで、経歴から見れば、カナダ議会にナチスを呼んだ で、それを賞賛したっていうことになってるんですね。それで今大炎上していて、えらいこっちゃっていうふうになってるんですが、あの、今回のこの一件で、カナダとそのナチスの関係っていうのはいろんな、あの、報道が出てくるようになっていまして、びっくりしたんですが、あの、結構根深いところがあるようなんですね。っていうのも、そのカナダってナチスの逃亡先として結構避難されている国なんですよ。えっと、アルゼンチンだったかなが、なんかよくそれで避難されてるらしいんですが、それと合わせてカナダもそうだと。 いうことで、えっ、ー、と、実際ですね、その戦争犯罪行為が認定されているナチス関係者も多く逃亡してきてるっていうことなんですね。えっ、ー、と、報告書によると2000人から多く見積もると5000人ぐらいのナチス関係者がカナダにその えっと、身元を偽って、要はその、なんていう、何でしたっけまあ、い,いや、身元を偽ってカナダにやってきて、で、そのまんま、えっ、ー、と、余生を過ごすみたいなことをやっていると。で、それが結構非難を浴びてるらしいんですね。で、実際、例えばその人体実験やってました、みたいな、もう確実に戦争犯罪行為が立証されている人物もカナダに逃げ込んでたっていうことが分かっていまして、そういうふうに、その確実にアウトだろうっていうのも、百何十人か、百二十だか百六十人だかもいるっていうふうに、 一応報告出てきてたりとかしてるんですね。っていう風に、かなり闇の深い話だったっていうことは今回分かってきたんですが、えっと、一応ですね、もうフェアに行くっていう話で、あの、噴火が、あの、その、なぜにナチスの参加にいたのかっていう話 っていうところのその時代背景も一応紹介しておきたいと思うんですが、あの、何もそのナチスを擁護するっていうわけではありませんが、一応時代背景も押さえた上での今回の話見た方がいいかなっていうふうに思うので、一応そこの話もしておきたいと思うんですが、あの、この当時第二次世界大戦前後のところってウクライナ、ソ連の統治下だったんですよね。で、まあ、そのソ連のせいで、めちゃくちゃにされてたんですよね。あの、いわゆる農業政策の失敗なのか、ほんまあ、わざとやったのかよくわかりませんが、ホロドモールと呼ばれる大基金が、 そのソ連統治下のウクライナで発生してたんですよね。えっと、500万人以上が命を落としたっていう風に言われていますが、一種のジェノサイドだとも言われていますが、あのー、ね、とにかくソ連っていうのはその共産主義、 体制っていうことで、何でもかんでも管理してたんですよね。で、そのやり方がめちゃくちゃ減ったクソで、その農業生産力っていうのは大幅に低下する。で、低下したところに大基金がボンってぶつかりました。全然作物取れない。でも国からのその計画に乗っとった、えー、っと、そのある一定の農作物はね、あの、渡さないといけないと。 いうことで、自分たちの空門もないにもかかわらず、国にどんどん吸い上げられていくっていうことで、ウクライナの人たちってすごい目にあってたんですよね。で、まあそんな中、 をやめてて逃げよようううっていう人が出ととしたところで国内パスポートが導入されて、農民の移動が制限されましたっていうことで、なんかこれ、ここ最近の世界に似てんなって今一瞬思っちゃったんですが、はい、まあ、ちょっとその話をこのようにといて、え、とりあえずまあそれによって農民の移動も制限されてたっていうことで、自由も減ったくでもない状態だったんですよね。っていうところにナチスが目をつけて、じゃあ、一緒に戦ってくれないかっていうことで、ソ連であるとか共産主義からの解放っていう意味で、えっ、ー、とまあ自由というか、まあ独立のために戦っ あったといいう,うに一応言われているんですね、はいまあ、ただ、問題なのが、その戦争行為犯罪が認定されている部隊もあるわけでしてそれ、それを目つぶるのはおかしいだろうっていう話なんですよね。っていうことで、えっ、ー、と、まあ、この件に関してはいろんなその複雑な背景とかもある中で批判を浴びているわけなんですけれども、えっ、ー、と、まあ、とりあえずこれが時代背景としてありますよと。で、今回僕が問題の本質として取り上げたいのが、なんといってもフリーダムコンボイなんですね。 2022年、2022年1月末から2月にかけて、カナダで大規模な抗議活動、通称フリーダムコンボイっていうのがありました。僕もこれに参加していましたし、あの、動画でね、連日お伝えしたので皆さん覚えてるかもしれません。あと第2弾書籍のね、えー、最後の章にもこれ書きましたので、よく覚えてると思いますが、もうボロカスに叩かれたんですよね。 例えば、あの、警察が駐屯所として貸し切っていた高級ホテルのテラス、警察しかアクセスできんはずなのに、えそこでナチスキが発見されて、しかもこの写真の角度的に、あの、バリケードが敷かれていた警察しか入れないようなところからしか、写真撮れないような角度から、え写真が撮られていたっていう、もう、どう考えても、お前らやらせだろって話なんですが、まあ、とりあえず、そんなところで、あの、この鍵十字が、の旗が、旗めいてるのが、 見つかってるんですよね。で、ここからフリーダムコンボイは ナチス信奉者だっていう構図が出来上がって、で、えっ、ー、と、トルドーをはじめとする自由党、あとはそこの金魚の糞のようにくっついている NDP っていうところとか、あとは緑の党っていう環境左翼政党とか、まあ、そのあたりが、もうボロカスにフリーダムコンボイ叩くようになったんですよね。唯一かばってくれたのが保守党だったんですが、えっ、ー、と、例えばトルドーはですね、あの、お前たち保守党は、このフリーダムコンボイを非難しないというのは、この鍵十字を支持してるのとお同じだぞっていうふうに、えっ、ー、と、言い放った相手が、 えと、今、保守党の副党首やってるランツマンっていうね、女性のユダヤ系の議員がいるんですが、彼女に向かって、お前、鍵十字支持してるやつだろうっていう風に言ってるんですよ。あの <laughs>、それでですね、逆噴射の大炎上をトルドを食らったわけなんですが、それ以外にも、あの、ホンクホンク。これあの、日本語で言うと、クラクションを鳴らす。ま、プップーだと思ってください。この当時、その、フリーダムコンボイに支持を表明するのに、クラクションを鳴らすっていうのが一つあったんですね。 で、これは、ヘル・ヒトラー、えヒトラーバンザーイと同じだっていう風に、トルドーとか、まあその部下たち、まあその他大勢たちがずっと言ってたんですよ。 もうとにかく、彼らとしては、えー、と、この鍵十字とかがあるから、フリーダムコンボイっていうのは、ナチスだイコール悪だっていう風に、ナチスイコール悪っていう大前提で、いろいろ叩きまくっていたにもかかわらず、今回奴ら何したかって言ったら、マジモンのナチスを議会に呼んできてるわけなんですよ。で、それで、賞賛までしてるっていうことで、いや、ちょっと待てと、お前ら言ってることとやってること、どう考えても違うだろうっていう話なんですよね。で、さらに付け加えて言うのであれば、あの、ウクライナにネオナチ政党ができたって話聞いたことあると思います。 ますがあのそこの設立に貢献したというかまあ共同設立者とですねトルドー君とかあとは今その副首相やってる、ね、フリーランドっていう人はですねしっかり仲良くね、えー、手をつないでですね写真を撮ってたりとかしておりましてあの本当にお前らはどっちなんだみたいな感じなんですがはいとりあえず今回僕が一番本質として言いたいのがここなんですよお前ら言ってることとやってることは絶対違うだろうっていう話なんですねでえー、っとこれに対して今どうなってるかって言ったらえー、っとまずその噴火が呼ばれましたその日の夜のうちにその経歴をですね独立系ジャーナリスト とかすすぐに指摘し始めたんですねもうネットで名前調べるだけですぐにそのブログが出てくるレベルでは、あの、簡単に調べられたっていうことなんですが、 ま、そこから大現状が始まりまして、2日後の24日には、ロタ会員議長本人が声明出しまして、えっ、ー、と、一応全責任は私にあるっていうふうに声明出したんですね。で、謝罪をして、で、今この動画を撮る直前にですね、あの、辞任発表しました。ということで、一応、会員議長が全部悪かったっていうことで幕引きを図ろうとしてるのかなっていうふうに思うんですが、一方でですね、新編調査の責任が会員議長にあるとは、本人も口からとしては出してないんですね。で、えっ、ー、と、いろんなメディアの報道が出てきているんですが、 どう考えても、首相オフィスにも責任あるだろうっていうか、まあ首相オフィスというか、そこと連携している、その、いろんな身辺調査やる係のところが、ーサイン出してたようなんですよ。まあなので、そこに関する責任追及はどうなんだっていう話なんですよね。はい。っていうようなことで、要は、全部を下院議長に今、なすりつけようとしてるんですよ。トルドーだけじゃなくて、 えっと、誰だったっけなえ、外務大臣であるとか、あとは、湾海岸警備なんちゃら大臣とか、あとは、あれな、漁業関連の大臣かなとか、えー、あとは NDP っていうね、その金魚の粉争党のトップやっている、えー、奴らとか、まあ、その他大勢も含めてですが、みんな、ロタが悪い、ロタが悪い、ロタが悪いっていう風に言ってるんですね。はい。で、えっ、ー、と、ただ、いや、ロタだけじゃねえだろって話にもなってきているんですが、そんな中ですね、今大炎上している中、トルドー君ですね、偶然にも、ね、 別にやることがあるっつって議会欠席しております。はい、でトルドの <laughs> もうこれフリーダムコンボの時と同じなんですよね。あの時トルドーって、そのなんかコロナで陽性になりましたとか、濃厚接触者になりましたとかね。え、あと今日は忙しいんだとか言って全然出てこなかったわけなんですが、あのー、今回もですね、あの、彼のその予定表を見てみたんですが、いやもうすっからかんですぜっていうぐらいすっからかんの予定表なんですよ。にもかかわらず全然出てこないっていう、お前一体何なんだっていう話なんですが、もうとにかく全ての受け答え、会員リーダーに丸投げして、自分はもう知らん、知らねえみたいな感じになってるんですね。で、これに対して保守党の党首から、 あの、トルドーはいつも責任を押し付ける相手を探し続けていると。今のこのインフレ大爆発もそうだし、住宅不足もそうですし、もう何から何までとにかく全て責任を押し付ける相手を探していると。 今回裏切られるのは下院議長あなたではないんでしょうかっていう風に、えー、ポイレーブルさんから皮肉まじりに昨日追及を受けてたんですがまさにその通りね今日になったっていうことですよねもう責任取らされて辞めさせられたっていうことなんですが全責任本当にロタにあるかって言われたらこれ信じる人はそんなにいないっていう状況なんですね で、えっ、ー、と、この状況を受けて、今、自由党を何しようとしてるかって言ったら、とりあえず、この賞賛コメントの歴史を消してしまえっていうことで、公式記録からの削除を求めてるんですが、保守党とかその他の政党とかが、いや、それダメでしょと。自分たちの犯した罪をなかったことになんかできるわけがないから、歴史か書き換える行為だっていうことで、え断固として反対して、それも成立せずっていう状態で、はい。で、えっ、ー、と、さらにはですね、 あの、トルドーもゼレンスキーも会ってないんだっていうふうになってるんですが、なんか、えっ、ー、と、そのお二人を待つ姿っていうことで投稿があったりとかしていたので、えー、どっちなのかなっていうふうに思言われてるんですよね。はい。えっ、ー、と、一応トルドー君は俺会ってねえしみたいなこと言ってるんですが、かなり怪しいっていうふうに言われております。はい。 で、えっ、ー、と、あとはですね、トルドーのコメントとしては、まあ、とりあえず今回下院議長がやったことは、カナダ議会を恥ずかしめる行為であったので、まあ、許すべきものではないんだ、という風うに言って、すんませんでしたって言うのかなと思いきや、私たち全員が、ロシアのプロパガンダ、ロシアの偽情報に反発し、ウクライナへの揺るぎない明確な支援を継続することが本当に重要になるだろうっていう、意味のわかんない方向性で話が着地してるんですね。まあ、とりあえず要約すると、カナダ議会にナチスを呼んだのロシアのせいだみたいな話に いいきたたんだだろうだだろうけど、まあ、そのののの結果 <laughs> あの意味不明ななな話の構成にっかとりあえず、今回その下院議長に全ての責任を押し付けて、俺たち関係ねえしっていうふうに自由党さんたちやろうとしているんですが、本当にそれでいいんですかっていう状況になってきてるんですよね。で、正直メディアの報道を見てると、なんかあんまりトルドーたちかばう気がなさそうな雰囲気なので、もしかしたら追及がね、このまま続くかもしれないなっていうふうに思います。はい。 で、あの、あとはですね、あの、その、噴火が所属していた部隊なんですが、ポーランド人に対する虐殺行為の可能性が指摘というか認定というかされているということなんですね。で、これを受けて、まあ、噴火本人が、 関与したかどうかはまだわからないんですが、あの、その舞台が問題だったっていうことで、ポーランドの教育大臣が今怒り狂ってまして、え噴火の身柄引き渡しをカナダに求めるための手続きを始めるというふうに明らかにしていまして、今、ただでさえですね、そのカナダメディアだけじゃなくてアメリカメディアでも話題になって大騒動になり、で、インド政府と国交を断絶する勢いで関係が悪化している中で、さらなる火種をね、あの、作り出したっていう状態なんですよね。 ということで、本当にここからどうなることやらっていう感じなんですが、一応ね、トルドー君に僕が言いたいのが、あの、過去の発言の有言実行をお願いしますっていう感じですよね。首相は、その自分が選んだりとか、あとは、ま、雇った人たちの責任とかリーダーシップを取るべきだ、みたいなことをね、えー、言っているんですが、えっ、ー、と、まあ、首相になる前の発言ですね、2013年10月23日の発言なんですが、ま、ぜひとも、 そのね、有限実行をね、お願いしたいなというふうに思います。はい。ということで、トルドをさっさとやめろっていう結論で今回の話は以上にしたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。最後は、え伸びているデブちゃんでお別れをしたいと思います。はい。まあ、いよいよね、このカナダも今、夏が終わろうとしておりまして、てかもう完全に終わっておりまして、えっ、ー、と、もうこれからこういうふうにね、あの、なんでしょう、の、ものべーんってなっているところがね、見えなくなるぐらい冷え込み始めるんですが、はい。まあ、とりあえずデブちゃんのひっくり返れ見納めということで終わりたいと思います。 ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。